ムーラ県はトルコ南西部、エーゲ海地方の県。トルコの南西端に位置する。県とはムーラであり、20km 程度の島に位置している。トルコでも最大級の観光地であり、エーゲ海岸には、ボドルム、オルデニズ、マーマリス、フェティエなどの観光地がある。1100km に及ぶ、ムーラ県海岸線は、トルコの県の中でも最長の海岸線である。海と同じく、 ミラス周辺にバファ湖、キョイジェイズ周囲にキョイジェイズ湖がある。ポット型の小さい平野を山が周りを取り囲んでおり、深大三期の地層に沈下によって形成されたのではないかと考えられる。このような沈下した平野はムーラ市を含むムーラ県内の多くの市に見られる。交通の発展していなかった時代、外の地域からの交通は北西ミラス経由、北、 メンデレスヒラノからゴキベル経由、北東デニズリ県のタバス地域経由の交通難所のうちの一つを通過しなければならなかった。このためこれらの平野から海岸線、内陸への交通は困難であり、そのためそれぞれが異質な文化を保ったままであった。近年、高速道路が整備され、交通の便が良くなっている。この県の主な産業には観光業、農業、林業、 大理石生産がある。農業は富んでおり、種子のものが行われている。トルコ最大の蜂蜜の生産口を誇り特に松から、取れる蜂蜜が多い。柑橘果実は特に、オオカ、フェティエ、ダラマン、ダリャンで生産される。大理石の生産では、アフィオンからヒサルに次ぐトルコ第二の大理石産業の中心地であり、質、量様々な大理石が扱われる。 その他鉱物生産が、ヤタゲーン周辺の石炭の産出、フェティエのクロム産出などがある。工業では、ダラマンのセカ製紙工場、ヤタゲーン、エニカイ、ケメルコイの電力生産なども、産業ではあるが、工業的地域とは言い難い。ダラマンにダラマン空港、ミラスとボドルムの間にミラスボドルム空港があり、観光のため国内外からの航空機が発着している。ヨットの経由が、 ポドラム、マルマリス、フェティエ、ガラックにある。高速道路自体に個人経営のバスがイズミル、アンタルやアンカラ、イスタンブール、その他の各都市から接続されている。海上交通も多い。古代アナトリアではメンデレスと南のダラマンの両川の間の地域をカリアと呼んだ。ホメロスの著書イリアスではアナトリアの原住民に近い。 カリア人が描かれ、ギリシャに対して、トロイとの協力のもと、国を守ったことが書かれている。古代、カリアのムーラは、エジプト、アッシリア、スキタイなどによって、たびたび占領され、最終的に古代ギリシア人の植民地になった。ギリシア人は長い間クニドスのような都市を作りながら、海岸に居住した。ダッチャ半島とボドラム半島では、海岸沿いに、とても小さい町が、 内陸部のフェティエ付近では、テルメソス、クサンテオス、パタラ、トロスなどの都市が挙げられる。その後この地域は、カリアの統治権を終えて、マケドニアのアレクサンダー大王に征服されることになる。1261年頃にメンテスベイ時代が、自分の名を冠した、ベイリーク首長国を設置し、ミラスを首都にした。また、この地域に規範をもたらした。 米は1390年までこの町を持った。これは地方のトルコ人の最初の国家であり、高いレベルで文化が発達した。この県はエーゲ海周辺諸国からくれた、遠くはベニスやエジプトと交易をするシーパワーとして働いた。メンテス時代、トルコ人の巨流は巨体やタバスカンを軸とする移住が行われた。 1430年には、ムーラはオスマン帝国の支配下に落ちる。しかし、たったの12年後に、ティムール帝国はオスマン帝国の軍をアンカラの戦いで破り、この地域の小さな諸公に私政権を返還したために、米家に支配権が戻った。さらに、1451年、ムーラはオスマン帝国である、メフメトにス皇帝の手によってオスマン支配下に戻った。 オスマン帝国支配下の時期の出来事としては、スレーマン一世がロドス島を陥落させた。この後1912年にイタリアに占領されるまでこの地域の一角として残った。長い歴史とそれに見合う多くの古代の痕跡が見て取れるため、フェティエ近郊のレトオンの100以上の地域が一括してユネスコの世界遺産に登録されている。ありがとうございます。